肩押さえの使い方をご紹介します。ファスナー付けの時には肩押さえに交換します。押さえ後ろ側の調節ネジを緩め、ファスナーの右側を縫う時には押さえの左側に針落ちが来るように調節します。またファスナーの左側を縫う時には押さえの右側に針落ちが来るように押さえの位置を調節し縫っていきます。